リックスバファローズ対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはバファローズの先発石川。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。初球打ち、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。先制。さあ、そして打席には高橋が入っています。さあ、一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を引っ張った、取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。さあ、そしてバッターボックスには柳田が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、インコース詰まりました。強打が掴んで2アウト。さあ、そして打席には近本が入っています。さあ、2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました、レフトの前に落ちました。サードランナー、まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。なるほど、そうですね。改めてお聞きします、この村上どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に。2球目打ちました、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。そして山田が打席に入ります。まずは追いつくためにも、この先頭バッターを出していきたいところです。まず何を投げてくるか。初球変化球は空振りです。さあ、2球目は何か。打ちました、伸びていく、どうだ、ドラゴンズ追いつかれました。初球は何から入ってくるか。引っ張った、取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターは3番岡本。ワンアウトランナーありません。さあ、まず1球目、両取りコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。外へのカーブ外れました、ファウルになります。インコース詰まりました、取ってツーアウトです。打順は4番山本、ツーアウトになっています。インコース詰まりました、取ってスリーアウトです。2回になります、ドラゴンズの攻撃。バッターは6番ビシエド。ドラゴンズ同点、打ちました、これはセカンドライナー。バッターは7番に入っている木下。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち抜けました、ランナー出塁しました、ワンアウトランナー一塁です。打順は8番アキーノ、ヒットでランナーを一塁に置いています。レフトに持っていった、レフトライナーを抑えてアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターは9番に入っているリューク、ツーアウトになっています。また初球、ここは打ち上げています、掴んでスリーアウト。2回の裏になります、バファローズの攻撃。バッターボックスには指名打者の小野崎。ドラゴンズ同点で迎える、打ち上げた、ここはフライになっています、抑えてワンアウト。打席には6番バッター村上。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球打った、掴んだ、そのまま入って一塁アウト。バッターは7番に入っている愛斗、ツーアウトランナーありません。この回の高橋、ライトへ、ここは打ち上げています、掴んでスリーアウト。3回に入ります、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。さあ、打順はトップに帰って大島、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ドラゴンズ同点で迎える最後の攻撃です。バファローズピッチャーが変わります。一打勝ち、これが1球目、初球打ち抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、ライト前ヒット。さあ、チャンスを広げていきます。
さあそしてバッターボックスには高橋が入ります。ここはコーナー順ですから勝負どころ。打ち上げました、掴んでアウト、ワンアウト満塁と変わります。さあそして打席には柳田が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあワン、打ちのボール打っていった、ダイビングキャッチ、スタン、まずはボールから入りました。次が2球目、いい当たり、フェンスダイレクト、サードランナーがホームに帰っていきました。これが初球、ジャストミート、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている甲斐。ドラゴンズリードで迎える最終回です。バッターボックスには代打のウッズ。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。まずは見送ります。ワンボール、三遊間抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、レフト前ヒット、サヨナラのランナーも出てしまった。さあそしてバッターボックスには近藤が入ります。ドラゴンズピッチャーが変わります。1打と さあ初球は何か、一二塁間、一塁へ、一塁アウト。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、うちのボール打った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー劇的な結末、サヨナラ、最後はタイムリーでサヨナラ負けた。